とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきた、新しい極ボス、倒していきましょう。今日倒すボスは、極古代不思議発見。これなんか、あれだね、テレビ番組みたいな感じだね。古代不思議発見みたいな、やつだ。で、ここが、メテオゴンの、なんか新しい色のやつ、だったね。すごい暴れるやつなんで、注意して、やってきましょう!はい。紫色のメテオゴンか。まあ、怨念の敵って大体、こう、紫っぽい色になってるよね。おっとおっとおっと。最初から変身ができなかった。もともとこいつが結構暴れるやつだったから、それがさらに暴れるようになったと思ってください。でもドーベルとかに比べればそうでもなかったかな、強さは。でも極になるとあんだけ暴れられたらやりにくいだろうな。チャンス取れるか。お、いけた、いけた、いけた。結構極ボスはね、一人で行った時はチャンス取りにくいんだけど、いけた、いけた。うんうん、こいつはもうほんと出始めが早いからね、攻撃の。それでガツッと食らってしまうとマジでやばい。よし、オッケーオッケーオッケー。もうノーマルから通常のメテオゴンのグレート化の動きとほぼ一緒だからね。こいつがグレート化するとめちゃくちゃ速くなる。ものすごい暴れる。そこはちょっと注意だね。 HP が半分ぐらいになった時からは、要注意。もうすでに要注意だ。ちょっと待って。あーやばい。ちょっと、よー、危ねえ。よし、ちょっとポーズ取りたかったんだ。やばいやばい、死ぬ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 。あははは、死んじゃった。暴れられた、やばいっす。いった、あー、ちょっと待って、回復します。誰やられたの。ちょっと復活させながら行かないと。やばい、完全って。もう大暴れの時がこれやばいな。こいつあんま近寄りたくないな。まあまあ攻撃はあまりせずに近寄って避けて、あーやばい、避けてからポーズ取るようにしていこうか。よし、あー、いった、いっていっていって、回復したいな。でもこいつ避けるの難しいんだよね。 OK、 ほんと2000回復してくれるのがすごくありがたい。やばい、食らう。いやいや、またグレート化しやがった。いや、ちょっと攻撃を重ねるな。攻撃重ねられると無理ゲーだ。チャンス取れないのかい。やばい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 、死ぬ直前、死ぬ直前。これあれだな、敵がグレート化したら寄らない方がいいかもしれない。俺がちょっと寄っていってるけど、ちょっと無謀かもしれないな。もうほとぼりが冷めるまで離れていた方が良さそう。うん、まあ、クリティカル無効のね、装備を持ってれば行っていいと思うけど、そうじゃなければやめといた方がいいかな。クリティカル受けちゃうとほぼワンパンでやられるからね。よっしゃ、回復だ。はい、終わりだ。しゃあ、大暴れの時は要注意です。
んで、こんなところアイテムは別にいいのは落とさないかな。まあまあまだ1回しか行ってないからね、ちょっとわかんないけども、今回は別にいいのは出ませんでした。敵のレベルどれぐらいなんだろうね、見てみようか。で、報酬は激うま経験値5万と超経験値ボールが5個、ガシャコイン6個、いいね、超いいね、2つもらえた。結構1個の時が多いんだけどね。美味しかった。メテオゴンのレベルはいくつでしょう。まあ800はね超えてると思うよ。800以上は全然あるでしょう。820ぐらいかな。メダルで、ここら辺見ればいいか。入手順。はい。あ、820ぐらいだね。818が出てるんで。それぐらいの敵です。はい。まあ、マルチでやるのが無難だと思いますよ。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。